続いてもスポーツに関連する話題です。沖縄観光を活性化させるためにスポーツイベントと観光を組み合わせたスポーツツーリズムへの期待が高まっています。観光客の誘客につなげるために何が必要なのか取材しました。県が掲げるスポーツツーリズムの推進に向け、沖縄観光コンベンションビューローと龍銀総合研究所は、去年11月から今年1月までに県内で行われたスポーツイベントを調査しました。対象となったのはバスケットボール B リーグのオールスターゲーム、自転車のツールド沖縄、石垣島マラソンと那覇マラソンの4つで、県外からの来場者を対象にアンケートを行いました。4つを対象とした理由について、龍銀総合研究所研究員の賀蛇和樹さんは、県外からの参加者が多いことを挙げています。沖縄県全体の観光の課題としてあるのが、観光収入の平準化というところで、やはりどうしてもオンシーズンの夏場の方が観光収入が大きくなるというところで、これまで冬場というのはそこまで注目されていなかったという、そこにスポーツ大会というコンテンツを入れ込むことで、そういった平準化が図れるのではないかということで、いわゆる閑散期といわれる冬場におけるスポーツツーリズムの可能性を探るために実施された調査では、課題も浮き彫りとなりました。調査によると、それぞれのイベントにおける1人当たりの消費単価はおよそ8万3000円から10万7000円で、県が調べた観光客全体の消費単価10万3706円を下回っています。消費単価を上げるために、賀蛇さんはイベントへの参加だけでなく、観光も楽しむための仕組み作りが必要としています。大会の、会場の近くで宿泊している客層が多いというところと、で加えてこの大会の前後でですね、一般観光を行っている客層がだいたい7割いらっしゃるということが分かりまして、なのでその、大会のコンテンツと合わせてですね、その前後で一緒に観光ができるような、仕組み作りというのを、考えていった方がいいのかなというふうに。一方でスポーツツーリズムを推し進めるために必要なのが施設の充実化です。例えば野球キャンプを例に挙げると、例年こういった形で球団が来てくれる、でその中で設備がどんどん古くなっていって老朽化していくと、なかなかその受け入れするっていうのも難しくなってくる状況がいずれ出てくるのではないのかなというふうに思っておりまして、そういったところを継続的に受け入れできるような、体制作りという意味で、整備の方が必要なのかなというふうに。こうした整備を進めていく上で、県や市町村、大会を運営する事業者の協力は必要だと強調します。で今までこの夏場のレジャーを楽しむというようなイメージが強かったかと思うんですが、こういった冬場でもこういったイベントがいろいろと開催されていて、割とその、涼しいタイミングでそういったのに参加できるっていう、すごく魅力的なコンテンツだと思っておりますので。賀蛇さんはスポーツツーリズムは沖縄観光の今後の活性化の一つの柱になり得ると期待しています。スポーツを好きな方が沖縄を訪れることで、沖縄の方も好きになってくれたら嬉しいですよね。そうですね、私ゴルフが好きなんですけれども、沖縄のあったかい冬って観光客がものすごい押し寄せてくるんですよね。なのでこの冬場のスポーツツーリズムのポテンシャル非常に高いと思います。また B リーグオールスターゲームの話もありましたけれども、やっぱりこう沖縄アリーナの存在あってこそですので、今後イベントの誘致にあたってはそういった県の取り組みも非常に重要になってくるのではないでしょうか。